はい、こんばんは、サディーロの斉藤です。今日も Zoom のオンライン授業です。Zoom でオンライン授業を始める方法、まず始め方のところまで今日は紹介したいと思います。Zoom のアカウント登録もしてアプリもダウンロードした、そこからスタートしたいと思います。でまずアプリをダウンロードしたらこういう状態、こういう画面が出てきます。でもう簡単に、本当に簡単に、Zoom を始めたかったら、はい、この新規ミーティングをクリックします。もうこれで会議スタートです。これ、カメラがここにあるので今私がここに映ってます。でちょっとカメラオフにしますけれども、もうこれで始めれます。ですが、前回の説明で Zoom のセキュリティで話したように、これはパーソナルミーティング ID って言って、私の、に振り分けられてる ID です。毎回同じ ID パスワードで、非常に簡単に会議が始められます。ですから、親しい人とかとよく会議をする人と会議を始める場合はこれが非常に簡単なんです。前回の ID とパスワードで入ってって言ったら簡単に会議が始められます。しかしやっぱりセキュリティのことを考えて、その生徒さんにオンライン授業をする場合は、前回お話ししたように毎回毎回 ID パスワードを、設定した方がいいと思います。ではその方法を説明します。でまず1回退出します。で、ミーティングの終了簡単です。はい、ここのミーティングの終了を押して、で、この全員に対してミーティングを終了。これでミーティング終了できます。さあ、では、私がやってるオンライン授業の方法を説明していきます。はい、まずここのスケジュールを押します。ここでパソコン画面に切り替えます。はい、じゃここでスケジュールのボタンを押します。はい、でこれでミーティングをスケジューリングしていきます。はい、まずトピック、名前を決めます。スタディールームの、はい、オンライン授業のテストとしておきましょう。はい、で今日、4月22日、あ、もう22日なんですね。あ、もうこんな時間です。1時ですから、ここで開始時刻を設定します。0時50分にしましょうか。で次、経過時間です。ここでその授業の時間を設定できます。15分刻みでできます。今はテストなので15分にしておきましょう。で次、ここミーティング ID なんですけれども、こちらになると個人ミーティング ID になります。でここは自動的に生成にしておきます。だからこれで個人ミーティング ID にすると簡単に始められるんですけれども、セキュリティの問題で毎回 ID を変えるために自動的に生成にしておきます。でパスワードも消すことができるんですけど、これもセキュリティの関係で、ミーティングパスワードを必須。でパスワード、ここ自分でパスワードを決めることもできます。はい、今はもうそのままいきましょう。はい、で次、生徒さんの顔を見て授業をしたいので、はい、ホストのビデオオン、参加者もビデオオンにします。で次、オーディオなんですけれども、これはコンピューターオーディオに固定されているのがいいらしいです。電話にすると国際電話のなんか通話料がかかったりすることがあるらしいです。でカレンダーはアウトルック、グーグルカレンダー、他のカレンダー、これを選択することができます。私はアウトルックにしています。はい、で詳細オプションなんですけれども、待機室を有効化にしてます。でこの次、
このホストより前の参加を有効にする、これを押すと、これもセキュリティの問題がありますので、ここはオフにして、で私が例えば授業5分前ぐらいから参加して、あとあと参加してくる生徒さんをチェックしながら参加の許可をしていく、これで部外者の参加、部外者が参加してその授業を荒らされるのを防止することができると思います。で次、エントリー時に参加者をミート、これはもう押さなくていいと思います。はい、その下、ミーティングをローカルコンピューターに自動的にレコーディングする、これを押しておくと授業の録画ができるので、欠席者とかに配布することができます。さあこれでスケジュールを押すと、もう50分超えてしまったので、はい、ここちょっと時間変更して55分にしましょうか。はい、0時55分にします。さあそれでスケジュールを押します。ちょっと時間かかってますけど、はい、でそうすると、はい、こういうふうにアウトルックの予定表が、設定されます。 Zoom ミーティングに参加するこの URL だったりミーティング ID パスワードが送られます。はい、でこれを、メールで送信してもいいですし、個別にコピペして送ってやってもいいと思います。さあここでこの Zoom ミーティングに参加するこの、URL をクリックすることによって、まずパソコンの方はアプリのダウンロードをしなくてもブラウザーからオンライン授業に参加することができるようです。ちょっとこれ私まだ試してませんが、まあそのようです。そしてスマホとかタブレットで参加されている生徒さん、うちの塾では今のところ全員なんですけれども、スマホとかタブレットで参加の場合もアプリを最初にダウンロードしておけばこの URL をクリックすることでオンライン授業に参加することができます。まあ、またアプリを立ち上げた後に下にあるミーティング ID とかパスワードを入力することでオンライン授業に参加することも可能です。はい、じゃあこの画面を消します。はい、ここスタディールームのオンライン授業のテストがあと1分以内に開始っていうことになってます。でこれで開始を押すと授業が開始します。今日は開始するまでオンライン授業を始めるまでの説明をしました。はい、次回は授業の進め方、Zoom の実際の画面で授業の進め方を説明していきたいと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。